我々の研究はですね、国土全体にわたる電力システムの課題をですね、システム工学と制御工学の観点から解決していくといったことをやっております。簡単に言いますとですね、いろいろなソフトウェアを開発して、需給マネージャーという呼び方を我々しておりますけれども、それによっていろいろなリアルタイムの制御ですとか電力系統の解析ができる、そういう研究開発をしてきました。で、最近はですね、これに加えてハードウェアの開発を行っています。それは世界でも初めてのインバータを開発しているということです。で、背景としてはですね、電力系統に再生可能エネルギーが入ってくる一方、いわゆる同期発電機がどんどん減少している、回転型の発電機が、でそれによって電力系統が不安定化してますので、その不安定性によってこれ以上もう再エネが入らないという状況に世界中で直面してます。で、そこに我々のインバータを使います。我々のインバーターはその中で電力系統を安定化する、でそれは中に同期発電機のメカニズムを組み込んでいるということです。で、それをかつ単層の配電線に接続できるという世界初の技術になります。で、それによってですね、配電線側から電力系統を安定化するって全く新しい視点、それからもう一つが配電線でマイクログリッドが組めるという全く新しいそのやり方、そういう2つを狙えるということでありまして、今後はですね、それをそのハードウェアの技術とソフトウェアの技術を合体させてですね、さらなる展開を狙っていきたいと、そういうふうに思っています。若い時は1回だけですので、もう全力でいろんなことをやってもらいたいと。で、その中で一言、付け加えるとすると、何でもですね、一歩踏み込んでいろんなことを考えてもらいたい。一番簡単なところではですね、例えば数学の公式とかですね、そんなものもあるんですけれども、そういうものも要するに踏み込んでですね、どういう成り立ちになっているのかということを考えていただくと、例えば近似を使っていたり、その前提があったりということで、じゃあそのいろんなことが見えてくる。で、それによっていろんなイノベーションが実際に生まれてくるということで、例えば我々 のインバーターに関しても、 そういうことをやって、開発して出てきたものだということなので、そういう習慣をつけてもらいたいなというふうに思います。